世界の津波災害の中でも最悪規模といわれるスマトラ沖大地震。この地震及びインド洋大津波により、死者や行方不明者約30万人というとてつもない大惨事となった。現地の建物は津波によって破壊され、多くの家族がこの災害によって引き裂かれてしまった。この8歳の少女アンバーちゃんも津波に巻き込まれるはずだったが、小僧のニンノンが少女を乗せたまま海岸から高台に失踪し、そのためアンバーちゃんは壊滅的な津波から無事に逃れることができた。2004年、家族旅行でアンバーの両親は彼女を連れてタイのプーケットを訪れていた。動物が大好きなアンバーちゃんは毎朝、小僧のニンノンを見るためにビーチの近くのホテルに走っていき、バナナを与えて背中に乗って海岸沿いを散策するのが大好きだった。多分子供同士だからお互いを親友だと思っているからでしょう。2004年12月26日、アンバーちゃんはいつものようにニンノンと遊ぼうとビーチにやってきたが、いつもはおとなしいニンノンが緊張していた。アンバーちゃんによると午前8時に小さな地震があったが、揺れは小さかったためビーチで遊んでいた観光客はそれに気づかなかった。地震の後、海岸から潮が引き始めて浜辺にはたくさんの魚や貝殻などが残されて、興奮した多くの観光客が取り残された魚を拾おうと奔走した。この時、アンバーちゃんはまだ浜辺で遊んでいたが、そばにいたニンノンが突然とても不安になり、海から何か恐ろしいものがやってくるのを察知したかのように、少女と飼育員さんに向かって海から離れるようとしたが、飼育員さんはこの行動を理解できなかった。困惑した飼育員さんはニンノンを落ち着かせて海に戻るようにしたが、ニンノンは落ち着くどころかなりかえって不安になり、鼻を上げたり、ゴロゴロと低い音を出したりした。突然、潮が異常な速さで引いていた。これは津波が押し寄せる前兆である。危険が迫っていると感じ取ったニンノンは今すぐ行動を起こすべきだと悟ったようで、アンバーちゃんを背中に乗せて陸地に向かって全力で走り出した。いつもはビーチで観光客と遊ぶのが大好きなニンノンがなぜビーチから逃げていくのか。小僧の異常な行動を理解できず、飼育員さんはニンノンをビーチに戻そうと試みても無理でした。飼育員さんは仕方なくニンノンの後ろを追って陸に戻るしかなかった。しばらくすると、巨大な波が浜辺に向かって押し寄せて、のんびりと貝殻を集めていた多くの人々を飲み込んでしまった。アンバーちゃんと飼育員さんはようやくニンノンが自分たちを救おうとしていることに気づき、急いで逃げ始めた。浜辺で遊んでいて津波から生き残ったのは2人と1頭だけだった。震災直後、アンバーちゃんの両親は急いで娘を探しに行き、彼女が小僧に守られてまだ生きていることに気づいた時の喜びと驚きを隠せなかった。アンバーちゃんと両親は急いでホテルへ駆けつけて屋上に避難して、小僧のニンノンのおかげでアンバーちゃん一家は大津波から生き延びることができた。しかし残念なことに、アンバーちゃんはその日以来ニンノンを見つけることができなかった。3日後、アンバーちゃん一家は飛行機でイギリスに戻ったが、彼らにとってニンノンのご恩は決して忘れられないものであり、恩返しとして一家は今でも定期的に象の世話をするためにプーケットに寄付をしている。象は間違いなく世界で最も知能の高い動物の一つであり、彼らは複雑な社会関係と感情を持っています。象は本能的に危険を察知する能力が高いと象をトレーニングして30年のソムヌックさんは断言した。台風が近づくと耳を広げたり、尻尾を激しく振ったりするんです。そんな時は象たちをより安全なところに移すようにしています。英国ではアンバーさんの奇跡のエピソードが演劇の題材になり、メディアで再び取り上げられた。少女は自分の物語が舞台で上演されることに感激しており、生存者たちにとっては大きな自然災害と大きな悲しみの中での希望と勇気の物語である。タイの地元紙が6月に入り、ニンノンの居場所を報道したことでキャンプを訪れる人も次第に増えています。ニンノンはどれってみんな聞いてくるよ。また人気者になったねとソムヌックさんは言う。ニンノン健在の方は英国にいるアンバーさんの耳にも入ったらしい。ニンノンにぜひ会いたい。年内にはタイに行くつもりです。そんなメッセージが届いたという。動物にも感情があり、親切にすれば友達や家族として覚えてくれる。あなたが助けを必要としているとき、可能な限り助けてくれるでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。
お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。